鳥居浜の宮王子社跡と、夫婦すのきふりわけ石熊の三条大臣社、または大臣社は、和歌山県東室郡那地勝浦町にある神社。夫住大臣、内津美子大臣、早玉大臣の三神を主祭神とすることが、名称の由来とされる。主祭神像三区は、重要文化財に指定されている。九十九王子の一つである浜の宮王子の社跡に、立つため、 浜宮大神社とも呼ばれる。浜宮王子の守護寺である、札楽山寺が隣接しており、神仏集合の名残を見ることができる。境内は、浜宮王子社跡として、国の史跡、熊野三景堂の一部。古くから熊野那智大社の末社で、中雨期天任2年10月27日上に、浜宮王子と見える。平安後期頃の神像三体が伝来している。 ことから熊の三所本殿が祀られていたと考えられているが、江戸時代中期に表された地市、熊の順覧記は異なる神明を挙げており、時代によって祭人が変化していたようである。江戸時代の遠隔は未生だが、浜の宮村のうぶすながみとして数形されていた。明治の神仏分離に際して、ふだらく山寺から独立して、尊社となり、明治末年に現社号に改められた。 平家物語巻十二平これ森が一層の船に命運を託して出航する、様が描かれたり、那智大社ほか各所所蔵の那智三景曼荼羅に、車前の浜から都会線で出航する都会像が描かれているように、札楽山寺とともに、札楽都会の伝承地である。また、境内には、振り分け石と呼ばれる石柱が残されている。中へじ、大へじの分岐点には、 諸説があるが、那智を分岐点とする説によればこの石中がそうであるという、ありがとうございます。